ゴットフリート・ライプニッツ、ゴットフリート・ビルヘルム・ライプニッツ、ゴットフリート・ビルヘルム・ライプニッツ、1646年7月1日、クレゴリオ歴、6月21日、ユリウス歴から1716年11月14日は、ドイツの哲学者、数学者、ライプツィヒ出身。なお、ライプニッツの発音は、ライプニッツとしているものと、ライブニッツとしているものとがある。 ルネ・デカルトや、バー・ルーフで、スピノザなどと共に、近世の大陸合理主義を代表する哲学者である。主張は、モナドロジー、刑事上学除説、人間知性心論など。ライプニッツは、哲学者、数学者、科学者など幅広い分野で活躍した、学者、思想家として知られているが、政治家であり、外交官でもあった。17世紀の様々な学問、法学、 政治学、歴史学、神学、哲学、数学、経済学、自然哲学、物理学、論理学等を統一し、体系化しようとした。その業績は、法典改革、モナド論、微積分法、微積分記号の考案、論理計算の創始、ベルリン科学アカデミーの創設等、多岐にわたる。1646年、ライブニッツは、 ライプツヒ大学哲学教授のフリードリッヒライブニッツの子としてライプツヒに生まれた。父は6歳の時に病没した。1653年にはライプツヒのニコライ学院に入学した。1661年にはニコライ学院を卒業しライプツヒ大学に入学し数学や哲学を学んだ。1663年6月には哲学の学士論文を ライプツヒ大学に提出し、4ヶ月間イエナ大学へと移って、数学や法学、史学を学んだ。10月には、ライプツヒ大学に戻り、1664年には、哲学の修士論文を提出し、修士となった。1666年には、ニュルンベルク近郊にあるアルトドルフ大学に移って、法学の博士論文を提出し、翌1667年には、 高学の博士となった。1668年には、マインツ選定校に仕えた。このマインツ居住期に、彼の有名な多数の文通が始まっている。1672年、マインツ選定校の命を受けて、フランスをおるい14世に、エジプト遠征を進めるため、パリに滞在することとなったが、この提案にフランスは、何の関心も示さず、1673年には、 被護者であるマインズ選定校の死によってライプニッツは職を失う。その後はパリで給食活動をしながらクリスティアン・ホイフェンスなど多くの学者と交流を深めていた。1675年には美石文法を発見した。1676年にはカレンベルク校ヨハンフリードリヒによって古文館兼図書館長に任せられハノーファーに移住した。以後、 その島でライプニッツはハノーファー宮廷に仕えることとなった。1678年には、領内のハルツ鉱山の改良を命じられ、1685年まで7年間取り組んだものの、結果的には大失敗に終わった。その後、同年にハノーファー領主であるベルフェン家の家ヘ編さんを命じらたが、これは彼の島で完成することはなかった。この調査の一環として、 1687年から1690年までの間、ライブニッツは南ドイツオーストリアイタリアへと調査旅行に出かけている。1697年には中国最新事情を出版した。1700年にはベルリンに招かれ、ベルリン科学アカデミーの設立に尽力し、初代会長に就任した。1710年にはアムステルダムの出版社から、 弁信論を匿名で発表した。1711年には神聖ローマ皇帝カール六世によって帝国宮中古問官に任命された。1714年にはモナドロジーの創行を書き上げたが、交換されるのは彼の死後の1720年のことであった。1716年、ハノーファーにて死去した。モナドロジー、端子論。 予定調和説を提唱した。その思想は、単なる哲学、刑事上学の範囲にとどまらず、論理学、記号学、心理学、数学、自然科学などの極めて広い領域に広がる。また同時に、それらを個々の学問として研究するだけでなく、普遍学として体系づけることを構想していた。学の傾向としては、通常、デカルトに始まる。 大陸合理論の流れの中に位置づけれるが、ジョン・ロックの経験論にも深く学び、ロックのデカルト批判を受けて、精神と物質を二元的に捉える存在論及び、それから生じる認識論とは全く異なる、世界を、世界全体を表彰するモナドの集まりと見る、存在論から合理論、経験論の対立を回収しようとしたと言える。モナドロジーの立場に立つライプーニッツからすれば、 認識は主体と客体の間に生じる作用ではなく、従って直感でも経験でもない。自己の思想をロックの思想と比較しながら明確にする試みとして、大著人間知性神論を執筆したが、脱行直後にロックが亡くなった1704年ため交換しなかった。これが交換されるのはライプニッツの死後49年が経った1765年のことであった。 ライプニッツの認識論には無意識思想の先取りも見られる。また、フッサールやハイデガーなどをはじめとする現象学の研究者から注目を集め様々に言及されている。さらにライプニッツは20世紀後半に至って必然的心理とは全ての可能世界においてまとなるような心理のことである。といった可能世界意味論に基づく様相を理解の先駆者とみなされるようになった。 このような考え方は、ルドルフ・カルナップの意味と必然性を講師とし、その後アーヴィン・プランティンガやデイビッド・ルイスなどの影響もあり、ライプニッツの様相概念についての通説として定着した感があるほどである。その他、最近では、最晩年、1714年に表した、中国自然進学論が注目を集め、比較思想の観点からも、 用の東西を問わず研究が進められつつある。ライプニッツは、同時代の著名な知識人とはほぼ、すべて交わったと考えても良いくらい、活動的であった。力学要項、弁信論を除くと、その著作の大半は、未完で、かつしご相当の時間を経て刊行されたため、現在も全集は完結していない。17から18世紀には、ライプニッツの学の全貌は、 完全には解されず、楽天主義的であるとの誤解を生んだ。複合体を作る単純な実体で、ここで言う単純とは、部分がないということである。モなどは自然における真のアトム、イコール不可分なるものであり、これが宇宙における真の存在者である。従ってモなどは、単純実体ではあるが、同時に、モなどは、表彰パーセプションと欲求、アッペチテトを有するがゆえに、 モナドは自発的に世界全体を自己の内部に映し出し世界全体を認識するとともにその内部に多様性と変化とを認めることが可能となる。そしてこの内的際によってあるモナドは他のすべてのモナドから区別される。モナドには窓はないので他のモナドから影響を被ることはないが神が想像において設けておいた予定調和によって 他のモナドと調和的な仕方で自己の表象を展開する、すなわち意志に応じて体を動かすといった働きができるのである。要するに、モナドとは魂に類似的に捉えられる存在者なのである。微積分法をアイザック・ニュートンとは独立に発見、発明し、それに対する優れた記号法すなわちライプニッツの記法を与えた。現在使われている微分や、 積分の記号は彼によるところが多い。しかし、それと同等か、あるいはそれ以上に重要な業績は、今日の論理学における形式言語にあたるものを初めて考案したことである。ライプニッツによれば、それを用いることで、どんな推論も、台数計算のように単純で、機械的な作業に置き換えることができ、注意深く用いることで、誤った推論は、 原理的に起こり得ないようにすことができるというものであった。彼は優秀な人材が何人かかかって取り組めば、それを実現するのに5年もかからないと信じていたようであったが、現実にはそれを実現するには300年以上を要した。彼は記号に取りつかれていた人物で、論理学以外にも、例えば幾何学について記号を用いて機械的に証明をする構想を得ていた。これも後には、 現実となった。上記の事柄に含まれるが、二神法を研究したのも、ライプニッツの業績である。彼は、中国の古典、易境に関心を持っており、1703年、イエズス会宣教師、ジョアシャンブーベから64家を配した、先天図を送られ、そこに自らが編み出していた二神法の計算術がある、ことを見出している。また、 彼は独自の機械式計算機を考案しており、その島で独自に改良を加え続けていた。ライプニッツは三十年戦争の後遺症がまだ残っていたドイツという後進国出身の悲哀を味わわなければならなかった。父はライプツヒ大学の哲学教授で、彼に幼い頃から読書を教え、彼も十四歳で同大学に入学し、 二年後に卒業するが、当時のドイツの大学は、イギリスやフランスに比べて立ち遅れていた。したがって、ライプニッツの理論を正当に理解、評価できる人はあまりいなかった。ライプニッツが、外交顧問、図書館長として仕えたハノーファー選定校、エルンスト・アウグスト・ヒ・ゾフィーと、その娘・ゾフィー・シャルロッテ、プロイセン王・フリードリヒ・イッセンヒと、エルンスト・アウグストとゾフィーの孫、 ゲオルク・アウグースト、後のイギリス王・ジョージ2世の日のキャロライン、ドイツ5名は、カロリーネ・フォン・アンスワッハラは、この哲学者を尊敬した。1700年に、王妃、ゾフィーの招きで、ベルリンに行き科学アカデミーの創設に参加して、初代総裁に就任している。しかし5年後に、王妃・ゾフィーが肺炎で死去すると、ベルリンはライプニッツにとって、居心地のいい場所ではなくなってしまった。 ハノーファーでも1714年に選帝校妃ゾフィーが死去し、息子の選帝校、ゲオルクルートビヒが同年にイギリス王ジョージ一世となってイギリス国王を兼任するとキャロラインも皇太子妃となってイギリスに移住した。ジョージ一世はライプニッツを煙たく思っていたのでイギリスに連れて行くことはせずハノーファーに残された。ライプニッツは政治的な支援者を失い、 周囲の空気は冷たくなった。晩年のライプニッツは、高価のイエシヘンさんという、つまらない仕事に携わり、他には自分を理解してくれる外国の学者や友人と、広く通りを交わすだけであった。その文通者は国内外合わせて千人を超えていた。これほど能力が高くて、これほど後世に影響を与えなかった人は、珍しいという表が残っている。しかし、これは、 低評価に過ぎるだろう。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。